はい、キヌです。今回からゾンビ姉妹というアプリをやっていこうと思います。ゾンビ彼女のシリーズですね。あなたには自分を犠牲にしてでも生かしたいかけがえのない誰かが存在しますか？もしあなたが思う誰かが存在しなくても、あなたが誰かに強く思われているかもしれない。そう、あなたが想像するよりももっと深く。有刺鉄線のバリケードと軍による検問が私の行く手を遮る。懐かしい故郷を再び訪れたはずなのに、まるで別世界に飛び込んだようだった。数日前、謎の感染症の拡大を防ぐため私の故郷は封鎖されたのだが、この町に住む妹の無事すら確認できない状況に私は不安を募らせた。検問でもニュースと同じ説明の繰り返し、そんな状況に私は意を決し、比較的警備の薄い裏山に身を潜めると、日が落ちるのを待って町に潜入した。何か得体の知れないものに導かれるように私は実家へたどり着いた。しかし声をかけても妹の返事はなく、窓から差し込む月明かりを頼りに一つ一つ部屋を確認していった。明かり、いないの？最後に訪れた姉妹の部屋、恐る恐る扉を開くと、部屋の中央に洋服が散乱しているのが見えた。だらしのない妹だなと肩を落とした矢先、衣服がもぞもぞと揺れた。な、何かいる？身構える私を嘲笑うように衣服の隙間から何かが顔を出した。コミュミュ、一見すると猫耳の小動物のようだが、継ぎはぎや傷があり、容姿はまるでゾンビだ。君はペット？そんなわけないか。ゾンビのような生き物はわからないといったふうに首をかしげた。どこに行っちゃったんだろう。私はため息とともに肩を落とした。ガシャンという大きな音とともにガラス片が床に砕け散る。窓を見ると黒い影が今まさに侵入しようと窓枠に足をかけていた。息ができなくなるほどの恐怖で動けずにいる私を尻目に、大柄なゾンビはどんどん距離を詰め、ついには鋭い爪でつかみかかってきた。いや、やめて。渾身の力でゾンビを突き飛ばすと、負傷した私の腕から血が飛び散った。感染者ってまさかこいつら？妹はすでにゾンビたちの手で、と最悪の状況が脳裏をよぎる。無情にも最後の望みすら絶たれ、私は呆然と座り込んだままゾンビによって、と次の瞬間ゾンビの四肢がバラバラと床に落ちた。小さなゾンビに巻きついた包帯が刃物のように切り裂いたのだ。助けてくれたの？そいつ仲間なんじゃ。小さなゾンビは床に拡散する肉片をかじりながら首をかしげた。うみゅうこみゅうみゅうういうみゃい、一言ずつ確かめるようにしゃべり始める小さなゾンビ。うみゃいっておいしいってこと？もっとお話できるのかな？恐る恐る問いかける私に対し、小さなゾンビはコクコクとうなずいた。窓の外にはゾンビの姿がまばらに見える。あのゾンビたちを倒し、この子にもっとゾンビを食べさせれば妹につながる手がかりを得ることができるかもしれない。待ってて、あかり、私頑張るから。決意を新たにする私を小さなゾンビが怪訝そうに見上げていた。はい、ここからは多分いつもの流れと同じですね。一旦、おお、脳みそはうちに持ち帰って食べさせてあげて、いつもの流れですね。ちょっと大きいですね、敵ゾンビさん。アップデートの調整を行いました。アップデートされたばかりなんでしょうか。なんか右上の、おお、ひよこが気になると思って今押したんですが、もう一度タップすると帰宅までの時間がわかるよ。会話してみましょう。図鑑でコンプリート率を確認できるよ。いつもの流れですね。腕が痛い、傷口が塞がらない。上読めませんでしたね。あ、ご飯こぼしたままになってるよ。そう、夜よ、はじめまして。夜、この主人公の名前ですかね。まだ上手に喋れないみたいね。ペットがゾンビ化したのかしら。コメンミョ、なんか新しいですね。ゾンビを倒すのは罪なのかな。携帯の電波も入らないわ。
君はこのうちに隠れていたんだね。もう大丈夫。美味しそうにご飯を食べるのね。まだあげてないですね。おっと、なんか可愛らしいです。まだご飯が狩りにそんなに出てないので少ないですね。1回に出てくるゾンビは10体ですかね。これではちょっとあれなので一旦カットしましょう。はい、そこそこご飯が溜まったので行こうと思います。先にどうなるのでしょうか。これって進化？この子は私を襲う様子もないし、他のゾンビと何か違うのかな。見た目はグロテスクだけどね。ショップに新しい家具が追加されたよ。家具を買うと敵ゾンビの数が増えるらしいよ。なんか可愛いですね。グロテスク、もはやグロでもないですね。あ、めっちゃ喜んで食べてます。可愛いですね。なんかこんなゾンビだったらちょっと買いたいなとか思っちゃいますね。で、ショップなんですが、さっきちょっと覗いてきたんですよ。こういう感じでした。で、どうもロックが外れていくみたいで、で、ロックが外れると買い物ができるみたいで、ゾンビの感覚がこれ増えるやつですね。ペットは飼えれないです。壁紙もまだロックされてますね。なのでこれだけ買っちゃいましょう。変わったかな。変わったなんか変わった。まあいいや、こう会話をしていきましょう。あかりは必ずこの町にいるわ。うぎゅううぎゅう。この上はちょっと言葉になってない場合読まないことにしました。あら、どこかに隠れちゃったのかしら。少しは言葉上達したかな。赤牛、ごめ牛。頭のお花は髪の毛みたいね。かわいいわよ。こら、手はしゃぶっちゃダメよ。かな、いじっちゃかな。雨が嫌いなの。私も湿っぽいのは嫌いなの。スカートが気になるの。女の子かな。昨日は雨と雷がすごかったのよ。いつまでもここにいるわけにはいかないわよね。小さいのに会話ができるのね。お花の絆創膏で息苦しいのかしら。なんであかりのことを一人に。妹の名前はね、あかりっていうのよ。赤牛、あかりゅ。あら、これ言いましたね。結構同じのが。美味しそうに食べるのね。うっ、まあ脳みそなんでね。ご飯もう少し待ってね。今用意してるから。封鎖の外までゾンビ化が拡大したら危険よね。どうしたの。あら、リボンが取れちゃったのね。警察に捜索願いを出すべきだったわ。でもそこら中にゾンビが溢れていたら、もう捜索願いも意味ないですよね。ダメよ、みんなでちゃんと分けないと。少しだけでいいの。妹を知らないのかな。知らないかな。ほら、泣かないで、一緒に遊んであげるから。どうしたの、そんなに慌てて。ゾンビが近くにいるって言いたいんですかね。次ぐらいで喋るようになりますかね。またゾンビを狩らないといけないのね。みんな仲がいいのかな。これはちょっと読めないですね。あ、なんか数が増えた気がしますね。でも数はまだ増えないですかね。あ、頻度がちょっと高くなったような気はします。このまんま次ぐらいまではいけますかね。そうですね、進化するようです。顔がたくさん、グロテスクすぎて吐き気が。
ダメダメ、私がしっかりしなきゃ。何のためにここまで来たのかわからないけど、自分のわがままで大変なことしてるのかな。あ、壁紙が出たようですね。壁紙は出たのはいいけれど、多分足りないですね。ご飯が45しかないので、多分50じゃないでしょうか。お出かけ、5匹いるから。あ、いましたね。なのでショップでちょっと見てこようと思います。あ、50、脳みその効果がちょいになります。壁紙も変わった様子はありませんね。あんまり意味ないのでしょうか。見た目が変わるわけではないんですね、多分。おお、3体一気に食べるんですね。では会話をしましょう。あなたたち周りがどんな風に見えてるの？前がよく見えない。あ、ちゃんと会話できるようになりましたね。全部腕に見えるけど、それ足なのかしら。歩くの早い、走るの得意。私がしっかりお世話しなきゃ。ご飯、散歩、お昼寝、早く早く。うん、なんでもないの、大丈夫だから。ユウ、なんで泣いてるの？どこか痛いのか？前がよく見…あ、これ言ってましたね。ユウ、寝る、寝ること大事。少し疲れたわ。少し寝ても大丈夫かしら。下から読みましょう。どこだろうね、何も思い出せないのね。私たちはどこから来たの？本体はどの子なのかしら。本体？ユウは何を言っているんだ。全部本体っていうことですかね。でも一番上のやつが喋ってますね。ごめん、ちょっとぼーっとしてたわ。どうしたの？何か考えてるの？ひよこ好きよ。ピヨ丸も可愛いでしょ。ひよこ好きか。ひよこ可愛いよ。グロテスクだけど慣れればもう大丈夫。グロテスク？ミーグロテスク？悲しい。私が我慢しなきゃ、あかりのためにも。あかり、そのは、ちょっと読めなかったですね。やっぱり凝視するのは、う、苦しいの？背中さする？あ、こんなところに500円玉が。お金、お金、キラキラ。餌がなくなってきたわ。調達してこなきゃ。そうですね、ゼロですね。餌ないよ、餌ないよ、お腹すいた。腕を絡ませないように器用に歩くのね。腕、これ足。ユウ、目が悪い。足なんですね。え、読めないですね。意味がわからないよ、意味教えて。夜も遅いから早く寝ようね。眠くなってきた。みんな前髪がおしゃれね。おしゃれ大事。ユウもおしゃれ好きか。ご飯はさっき食べたでしょ。ユウ、早くご飯くれよ。あの子、食べ物は何が好きだったっけ。唐揚げ、ちくわ、ポン酢。そうですね、セリフはちょっと、この子はどんな進化を遂げるのかしら。ミーは とても読めないですね。ちょ、カタカナばっかりっていうのはちょっと読むのが難しいですね、なかなか。食べてる様子です。もうこれ以上ご飯がないです。なのでパート1はこの辺で終わりにして、パート2でまた お会いいたしましょう。それでは。